癒しの花。あれは氷雪の中でのみ咲く純真無垢な花。その名の通り、人々が欲しがる命を癒す力が宿っている。幻のような美しい花が本当にこの世にあるのかと半信半疑だった。彼女に出会うまでは、彼女は荒れ狂う吹雪の中にただ佇んでいる。凄まじい冷風と万物を凍らせる雪。冬の領域に立ち入ろうとすれば、誰もが彼女に氷漬けにされるに違いない。あの瞬間、私は癒しの花にまつわるもう一つの伝説を不意に思い出した。花びらを盗みに雪山に入った者は誰一人生きて帰ってこなかった。あなたもこの花が目当てなのね。いえ、私はただこの風景を見に来ただけだよ。